この日セレッソ大阪のグラウンドで小学生から高校生までの男子選手そして女子選手も入り混じって試合が行われるという珍しい光景が見られました。世界中どこにもないことで特別な極上なストリートサッカーとでも言いますかね。多くの日本代表選手を育て今年からセレッソ大阪のアカデミーの育成を託された風間八宏さん。世界を驚かせるスペシャルな選手を育てるために新たなプロジェクトを始めました。それが通称スペトレ。スペトレでは年齢性別関係なく異なる世代の選手が一緒にプレーし技術を磨きます。この日は小学4年生から高校3年生までの男子そして女子選手も参加。さらに元日本代表でセレッソ大阪への復帰も決まった乾隆選手が特別ゲストに。よろしくお願いします。ここは下の子をうまくするところじゃない。一番うまい子にどんどん課題を与えていく、そういう場所だから、そこについてこれれば年齢は関係ない、性別も関係ない、一番になってほしい。すべてのスペトレで重視するのはボールを正確に止める蹴るという基本技術。どこに止めていつ蹴るのか、その精度に徹底的にこだわるトレーニングを行います。難しいな。カロカロ、もうボールが来た時はどこまでボール見ないで入れるか、でもこの間に余裕持って見ていて今だけでいいよな。でそうしたらすごく時間が持ってて余裕がある。だけどボール一生懸命見ちゃって止めました、はい顔上げました、じゃあちょっと止める蹴るという基本技術をいかに早く正確に考えながら行うか、頭もフル回転しながらプレーすることが求められます。その後小学生や中学生の選手たちが正確な技術や判断のスピードで高校生を上回るシーンが何度も見られました。技術で世界と戦う、選手たちの意識が変わり始めていました。素晴らしい。体格差があっても止めれたら相手に当たられずにプレーできて、フィジカルの差を埋めれるというところがやっぱあったんで、それもっとしっかりその技術で圧倒することを追加に持ってみたいです。こだわるところが違う、みんなを越せるような選手になろうと思いました。技術的な部分では劣ってない部分もありますし、もっと伸ばしていければちょっと一緒に戦っていけるのかなとは思いました。風間さんは止める蹴るという基本技術を徹底的に磨くことが世界を驚かせる選手を生み出す第一歩になると確信しています。一番の速さっていうのは技術だから、その技術を徹底的につけていく。でその速さの中で小さい頃からやっていたら見えるものが全然変わってくる。すごくそれが楽しみですね、これから、うん。